戦争もっとこちらにすればよかった。今日あの居酒屋用紙のありがとうございます。はい。あの、なんだ。ブログで情報を発信するだけじゃなくて、やっぱり人間性も発信できるんですよ。で、その人間性発信できるっていうのは、それはいろんな人のいろんな考えがあって、僕は一つは予約投稿は絶対しない。自分でアップするっていうのを決めてるんですよ。で、いや、それは別に見てる人は予約投稿してるかっていうのは一般の人には分かんないけども、でも分かる人には分かるんです。で、その分かる人には分かるっていうものから、それがずっと継続して続くと、やっぱりもっと広がってるんですよ。っていうと、で、朝食で主婦層を狙ってるんですよ。で、運動でそういうアスリート系っていうか、そういう活発的な人たちを狙ってるんですよ。みんな狙う分にはそれぞれ書いてるんですよ。で、見てる人たちは絶対分かんないですよ。なるほど。でも自分でそうやって何か食べてる。